はい、皆さんこんにちは。今日は 3-2 の解説をしたいと思います。パーティー編成はこういう感じになっております。今回も高台がありますので、高台を使って攻撃していきましょう。はい、それでは行ってみましょう。まずは先方、はい、先方を、並べたいのですけども、その前に狙撃を置いておきましょうか。はい、こういう感じで置きます。で、次なんですけども、これ左側もう重装いってしまいましょう。3匹軍団で来るので、もう重装置きましょう。で、ここカタパルトが綺麗にはまるので、はい。で、この草むら 12F 行きましょうか。ここ、はい、重装変えましょう。ここ前の先方を重装に変えます。はい、射撃隊が出てきました。はい、ここにラバー、草むらラバー置いてます。あと一人は後ろ、ここ医療左向きに置きましょう。左の重装がこれ回復に入ってないので、はい、で、先方撤退できるので、一応ね、あと一人置くことができます。で、ここスポット入れちゃいましょう。先ほどの先方、左上の重装が落ちちゃう場合は、代わりのね、重装とかを控えに置いておいた方がいいと思います。はい、こういう感じでクリアとなります。本日は動画ご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でお会いいたしましょう。